大体どのくらいで出会いでしたかね、僕らは。いつだったんだろうね。でも私たちはね、もちろんずっとライブとかで稼げてきてたし、あ、ライブも何回か見に行ってます。行ってます。例えばどんなライブですか？カウントダウンジャパンとかもしてたし、武道館とか、なんかあのクリスマスのライブだったりとか、いろいろありがとうございます。CD もらったりしてたり、はい、山田が君が一緒にこう、そうだ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 、なるほどね、ダーヤマ君、そうだ、あ、そうか、5年ぐらい前ってことかもしれない、出会ったのは、もっと前じゃん、6年とか、うちら5年間そうそうそう、ほぼほぼ変な話しれちゃった。7年、6、7年前、6、7年前ですね。その頃もうすでにライブに来たりもしてたしってことか。そうです、そうです。でももうそのだから CD やってるってどのくらいなの、キャリア的にはどのくらいにデビューというか CD を初めて CD 出したのは15、16じゃないかな。16年、15年活動し始めたので、で山田と一緒に作った最初の CD の曲っていうので、あ、はい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 、それが2016年の10月、気がします。俺だって車の中で聴いてたもん。嬉しい。いや、リップスライムに影響を受けて、なんでこんなラップ上手くなるのかなって思うぐらい。確かに。フィメールで、フィメールが3人でライブ見に行ったもんね。行ったね、行った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 行きましたよ。そうそう、うまいんだよね。歌もうまいし、俺その前もね、はい、クラブも見に行ったよね、俺一人で。クラブのライブに、クラブのライブ、そうだ、お一人で。そうそうそう、で T シャツ買って帰った。ファンじゃん、ファンじゃんか。俺もでもクラブで見たな、あの大観山でエアーかなかなんかで、で、いや、マミコだけで、で、JJJ 君とかも出てた。あれ、あれだよ、なんだっけ、エアから名前変わって。あ、そうか、エアじゃないのか、あのクラブは。JJJ が出てた。JJJ 出てた。あれ、マミちゃんソロだったっけ。ソロ、ソロ、ソロだった。あ、じゃあ私も見に行ってたわ、それ。あ、ほんと？お客さんが、そうですか。それで、JJJ だと思ってたら、あ、マミコもいると思って。すごい覚えてる。そう、見てもらってるね。いや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 、ね、フラフラするのは大好きなんですよ、おじさんたちは。本当レコーディングやったらラップうまいし、うまいね。レコーディングの時のそのディレクションが2人がこう相手のちゃんとディレクションして、それがすごいちゃんと的確で、すごかった。チーム感があるね。チーム感が、俺たち自分のパートまた帰っちゃうから。そうなんですか。特に料理だね。俺はもうちょっとごめんなさい、ちょっと呼び出しがかかってるんで。そんなはずないけど。呼び出しかかんない。地場所、地場所が関係ないわ。忙しいんだ、忙しいんだな。いや、なんかね、どうテイクとか撮るときこだわる方。ああ、どうなんだろうね。なんか他の人がわからないからあれだけど、こだわる方なのかな。いや、少ない方な気がして。サクッと早めにレコーディング終わる。思いますね。そうだよね。だって俺この間行った時夕方ぐらいだったよね。でもう歌取り終わった。俺は早いと思った。あ、早いなんだ。その時の曲が結構時間、あのオーラがかかってたの。一番かかった方かもしれないです。じゃあうまいんだやっぱり。だからサクッといける。あのほら、パクちゃんのラジオ出たじゃないですか。ブロック FM、あのお便りくれるの2人だけだった。そんなことないです。読みますみたいな。マミコさん、レイチェルさん、2人だけじゃくれちゃう。私たちもあの、ね、多分ブロック FM でラジオやってるから、たくさんが気を利かせて言ってくれたんだと思います。みんなたくさん言ってくれましたよ。でもそれもちゃんと言ってくれるの嬉しいよね。いや、本当ありがてこって、みんなで実況しながらね、ファン有志集まって、こんなこと言ってるよみたいな。かっこいいな、そうやってレコーディングしたんだ。リップスライムの曲で、あ、だから一番どういうか、どのくらいの時にリップスライム知ったの？私フェスの音漏れで。あ、それが面白いよね。フェスの音漏れ？なんかあの寿司に、寿司フェスで、幼少期ずっとに、その時に寿司のフェスで楽園ベイベー流れてて、
伊集院から遊んだ帰り自転車乗ってたらおともれ聞いてめちゃくちゃいい曲って承認でそれを承認承認で、あ、そう、一粒の涙を流し何でそこで楽園で楽園レベルでなんていいんだってなって、それから、うん、私兄がいるんで年が離れてたから、うん、やってるっぽいんだけど知ってるって俺辛いんだよで、CD 持ってるっしょ、あー、お兄ちゃん持ってたんだ。でそれから聴き始めて、うん、なんかテレビとかでも見るようになって、うん、小児か、すごい早い出会い、いやいやいや、なんかじゃあ、なんかじゃあその時リアルタイムで何が出てたら、うん、ラミングしたいの、でね、スピードキングとか、うわ、そのくらいの小4とはまだ私が小4、小5にスピードキング流れてたのと同じよね。で、2人はそれ好きで知り合ったんでしょ。そうです、レイチェルもリップスライムも聴いててみたいな。レイチェル一番最初は何でした。私が知ったのは、なんか治安が悪いエリアに住んでた治安が悪いエリアにその時になんかチャンネルがかけてた曲がファンタスティックの曲、チャンネルが高校生ぐらいなんですけど、チャンネルがかけてて、お姉ちゃんこの曲何みたいな感じで、リップだよ、歌詞書いてやるよって歌詞を全部私の自由帳に歌詞が、それで覚えるねって言って覚えたのが最初、それが何歳ですか。小学3年生とか同じぐらいなのかな。でもここ年が違うから私の方が多分早いんだ。そうだね、3つ差があるので、お姉ちゃん全部伸ばし棒が矢印で、当時のレーダーターゲットの件全部こうやって書くんだ矢印を覚えて覚えて一生懸命、それからあのカラオケ2人で、そうそう、もともと友達だったんですけど、うん、もともと、え、学校が一緒とかじゃなくて、いや、なんか共通の知り合いがいて、うんうん、で、なんかその人会して何回か会ってたけど、うん、別にお互いにその人見知りというかそんなにガッと仲良くはグイグイ行くタイプじゃないなれなかったけど、うんうん、なんかリップスライムの話になって、うん、なんかスタジオっていうかそのいた場所で音楽がかかってて、うん、それがリップで、なんかめっちゃ私もかぶせて歌ってたらかぶせてきて、うん、俺私も行くわあんたも行けるのみたいな、あんた歌えんの、そうそう、歌え行こうよってその後で、そうで、全部歌えるじゃん、じゃんけんして勝った方から先に歌ってしてくる、全パート全パートお互いできるから、ライブでやってくれてるのもあったよ。あ、やりました、やりました、初めて見た、初めて見た、そうなんですよ。え、な、何の曲を、うん、何の曲をやってくれてた、ファンカスティックかな、それこそ、ただセンデーグのやってる、音楽ベーフェスのね、音出しの時とかに勝手にやっちゃって、うん、それで 音チェックしたりとか、あとはワンマンのアンコールでやったりとか、勝手に、すいません、すいません、うちのラップはさ、やっぱり割と、まあ俺もそうだし、イル君も結構規則性があるんだけど、スーのラップだけすごい変態的でしょ。あ、確かに難しい、俺らもできないんだ。あ、なんかそうなんですね、気持ち悪いな、これ俺だって俺だって最近までファンカ のスーさんの味噌カツの子、うん、味噌カツの子だと思ってた、名古屋のあれ、味噌カツって言ってんじゃないんだこの間だよ、そう言ってめっちゃ面白いのあの味噌カツされてるじゃん、まあ、スーさんだったら味噌カツでもさ、味噌カツの子やりかねないからね、うん、やりかねないね、確かに、その歌詞がトリッキーだからね、だからありえるもんね、そう、だからそれすらトレースしてできるわけでしょ、カラオケで、そうですね、そしてもう、みんなでできるじゃん、できるよ、今4人いいっすか、4MC で、行きますよ、行きますよ、なんかフェスで一緒になったら、あ、いいね、やろうやろう、え、マジでやばいね、それやばいやばい、やばい、できるじゃん、どのパートでも、まあ、いつでも、いつでも、どのパートでも